こんにちは、ほろよいです。この動画はアニメ平家物語をご覧になっている方向けの解説動画です。物語もいよいよ大きく動き始めました。皆さん感じておられるかと思いますが、2話以降かなり話がややこしくなっております。この動画を見れば激闘の平安時代を理解するとともに、平家物語が100倍楽しくなる、そんな解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。実はこのチャンネル登録者さんはまだまだ少ないのですが、視聴者維持率がかなりいい数字なんです。最後の方まで見てくださる方が多いようです。本当にありがとうございます。第3話は船で厳島神社へ向かういつものメンバーから始まります。いつものメンバーといえば有森はどこへ行ってしまったのでしょうか。1話の子供たち集合シーンでパパ森こと重森から紹介されて以来一度も登場しない有森ですが、実はオープニングにも毎回ちょろっと出ているんです。これはすぐ亡くなったとかそういう理由ではなく、おそらく11話という話数の限界でエピソードが省略されたのかなと考えます。清常と有森は重森の正室、つまり正式な奥さんの息子なので、超英才教育を受けるため彼らとは距離を置いていると考えれば矛盾はしません。さようなら有森、また今度。ゲロってるビアと対照的に平気な平家の皆さん、船の移動は慣れているのか、やはり平家の人間は海の上が得意なようです。重森チルドレンの会話を聞いていると、ビワとスケモリは精神年齢が近いのか特に仲が良さそうに見えます。場面変わって厳島神社、清盛は徳子が子供を授かるよう祈れと平家一門に言います。これは第2回解説でお話ししたように、徳子の旦那さんである高倉天皇に男子が生まれれば清盛は次期天皇の祖父になります。そうなれば権力も権威も手に入れることになり、清盛に逆らえる者はいなくなります。このように平家の人間はそのほとんどが政治の駒として扱われています。ひどい話ではありますが、当時は当たり前のことだったのです。さてここで少し予備知識。源平合戦と言われるように平家 VS 源氏という対立構造に思われがちですが、平家陣営にも源氏はいるし、源氏の陣営にも兵士を祖とする勢力がいます。強い勢力同士で婚姻関係を結ぶことは争いの抑止になる一方、いざ戦が始まれば同族殺しを招きます。まさしく修羅の時代だったのです。さて徳子と再会した琵琶、ほえーが可愛いです。助盛が高倉天皇に会う際、服の色が灰色になっています。実は公家のルールとして天皇の白色を頂点に黄に紫、紫黄、火、紅、以下省略の順に官位、つまり偉いランク順に着ていい服の色が決まっています。なので助盛は自分の官位に合った灰色を着直したわけです。やはやややこしい時代です。摂政の前で馬を降りずボコられていた頃と比べると助盛も大人になりました。重盛チルドレンの成長を追うのも平家物語の楽しみ方ですね。さて助盛と今用の話で盛り上がる後白河法皇、どうやら平家の者でも特に清盛に敵意を持っているようです。会話の中で重子に会いたい、重盛の子たちと比べてうちの息子たちはというセリフがあります。それぞれ解説していくと、まず重子とは平家に生まれ後白河法皇の奥さんになった人、平重子です。平家と後白河法皇の仲を取り持つ要因でもありましたが、3話開始前に亡くなっています。次にうちの息子たちとは二条天皇、高倉天皇、持人王を指すものと考えます。二条天皇は後白河法皇と仲が悪く若くして崩御病死しています。高倉天皇は徳子が嫁いだことで平家寄りになります。最後に持人王は後に反平家勢力に担がれて挙兵します。このように早期に亡くなったり武家勢力に利用されたりと散々な息子たちなわけです。特に高倉天皇は実の息子でありながら後白河法皇とは距離を置いているため最も危惧しているところではないでしょうか。徳子が琵琶に子なんか生まれない方がいいと言ったのも、自分と高倉天皇の子が権力争いに巻き込まれてしまうのが予測できたためだと考えます。さて場面は変わって何やら延暦寺と朝廷が揉めています。寺に火をつけた役人を後白河法皇がお咎めなしとしたため、関連する大勢力延暦寺が起こっているわけです。延暦寺の解説については第3回予習動画をご覧ください。宗教バリアで意見を通そうとする延暦寺 VS 朝廷という構図です。この時期の京都って年がら年中揉めて大変そうですよね。後白河法皇から代理を守るよう言われる重盛、
重盛は後白河法皇と仲がいいですから当然従います。武家はあくまで朝廷に仕える身分であるとわきまえている重盛、清盛と違って忠義があります。しかしここで平家の守備部隊が延暦寺の神輿に弓矢を当ててしまいます。延暦寺は寺へ引き返しますが、その後公家と重盛の屋敷から火の手が上がり焼失してしまいます。この時代は本気で祟りや神仏の存在が信じられていたため、重盛も神輿を傷つけた罰だと考えています。さて場面変わって獅子ヶ谷という場所で何やら話し合っている公家たち、話題は現状筆頭に反平家勢力をまとめる計画です。平氏を倒して首を取る、いやお上手なんてやり取りを聞いていた一人が清盛に密告し、計画は露見してしまいます。実はこの密告者、先の延暦寺 VS 平家を見ており、ガチガチの戦闘集団である平家に麻呂丸出しのこいつらじゃ勝てるわけがないと考え平家に密告しました。さて清盛は獅子ヶ谷で陰謀を企てていた者たちを引っ捕らえてきます。ついには後白河法皇をも捕まえようとした時、重盛が清盛を止めます。あくまで重盛が支えているのは後白河法皇であり、平清盛ではないのです。バランサー重盛の大仕事でした。いや本当重盛お疲れ様です。さてここである説を紹介します。それはこの獅子ヶ谷の陰謀、すべて清盛が計画したことであり、打倒平家の企てそのものがなかったのではないかという説です。実は平清盛は延暦寺と揉めた後、後白河法皇の命令で延暦寺を攻めるために軍勢を整えていました。しかし目標を後白河法皇を側近の捕縛に変えて法皇側の勢力を減少させたのではないか、結果的にそれは成功しているため説得力のある説です。あるいは延暦寺の影響は大きかったため、これ以上の争いを避けたかった意図があるというものもあります。法皇よりも延暦寺を恐れたというわけです。実際に延暦寺による控訴の際は、神輿に矢を放った重盛の配下は公禁され、そもそもの原因である寺に放火した藤原諸孝諸常は獅子ヶ谷の陰謀に参加したとして殺されています。これを見ると確かに平重盛は筋が通っており、義理がたい男ではありますが、能力の高さで言えば平清盛の方が断然勝っているように感じられます。さすが平家全盛期を築いた男です。最後にアニメ平家物語では、確かに後白河法皇が打倒平家の計画に参加していました。これ以上清盛に好き勝手されてはならないと動き出したわけです。計画は失敗に終わりますが、この事実は今後大きく物語を動かしていきます。ここまでがアニメ平家物語第3話の解説となります。楽しそうな重盛チルドレンではありますが、彼らを取り巻く環境は確実に変化しているのです。次回第4話では平家の運命を決定づける生と死が描かれます。これからの平家物語をぜひお楽しみください。それではまた今度、ありがとうございました。